前回の動画、はい、あれ遊園地だったり行ったりするんですよね。でも僕はやっぱ片親なんで、毎回その鳩がいっぱいいる公園に連れられました。撮影後、街中をブラブラしてる時、彼が鳩のいる公園が近いと言い出した。そこで実際に探してみようと近くを探索。20年前の記憶が徐々によみがえる。ね、その北西マートっていうスーパーに行った帰りに、はい、曙公園っていう近くに、はいはいはい、割とでかい公園に。あ、割とでかいんだ。まあね、大人になった今行ったら小さくなってるかもしれない。ああ、あれね、あるね、そういうのね。こんぐらいちっちゃ一つそれらしき公園をマップで発見。記憶だけを頼りに足を運んだ。あ、こんな通りだったかもしれない。本当に似たような通りいっぱいあるし、こういう感じの曲があるんですよ。でもバンダイとかもさ、ちょっと入るとこういうとこいっぱいある。うん、こういうとこに住んでたってこと？いや、こういうとこじゃない。一軒家みたいな、まあアパートみたいな。アパート、うん、通り的にはこういう通りだった。こういう商店街じゃないけど、よく商店街とか連れてこられてた。なるほどね。チャリで後ろに乗っけられて。あ、じゃあ近いってことね。近いかチャリ乗っていけんだもん。そう、それを今日さ見つけるまで帰れなくっていう。どこのアパート住んでたかってすごくね、それもあったら。あ、出たらすごい、うん、公園見たら思い出すかもしんない。じゃあそのアパート見たら多分思い出す。いろいろ思い出すでしょ。アパートでも多すぎる。え、きつ。何がきつい。いや、思い出すのがさ、あんまネガティブだったやつってさ、分かんない、いいことも思い出すかもしんない。なんかその悪いことしかない前提なのだって悪いものしか聞かねえんだもん。泣いちゃってるし、もうもう泣いちゃってるよ、もう思い出してきた、だんだん。どうしたの？え、どうしたの？あ、でもあれだったわ、黒い看板近くに。ダイヤ、ダイパレス、ダイパレスどこにもある。アパートの名前とか覚えてない？いや、覚えてないんだよ。覚えてないんだ。実家の近くで、なんか外食、実家だね、前住んでたところで、うん、近くで外食とかしてた。いや、まあ外食してたとこあったんだけど、潰れちゃったんだ。あ、そうそう。あ、なるほどね。あんかけ焼きそば食ってた。おお、でもあのさ、この通りマジで見覚えあるんだよ。すごい、マジ。ここ俺新聞販売機は、すごいね。これは何？新聞販売すんの？15日の新聞すごいね。いや、そうだ、ほら知らんよ。港トンネル近かったんで、家からめっちゃ。それ聞いてることありますね。なんか面白いなんだ。小1の時、港トンネルあった？あったんじゃない？あ、ここ右ですね。行きますか、ここ右。右じゃん。お、ほ、北、なんだか。あ、あれじゃん。待って、これ、これこれずっとまっすぐで開けも来ないんだ。見つかった。そうだ、そうそうそう、めっちゃ大きそうだもん。マジ？チャレ連れてこられて。で、左手に開けもの公園があるんだ。左手、左手。それと俺の家もっとまっすぐなと思って。あっちから来てたってこと？多分、確かあっちから来てた気がする。へぇ、北西がありますよ、北西。北西マートです。ここはよく一緒に行ってたと。一緒に北西マートに。あ、でももうやってないんですね、北西マートは。閉店してるんです。あー、この通りで、この通り。あ、ここね。あ、似てるね、さっきの商店街とね。相撲取るとこなくなってる。相撲なくなってる。あ、でもあんじゃない？広っ。ここだよ、このここ。これだよ、うん、これが開けます。やっぱ相撲取ってもらったの。ほんとマジじゃん。覚えてた、やっぱマジじゃん。この辺なんか湯とかあったんだよ。あ、そういうこと。取り消されてんだ。なくなってる。踊り場みたいな。なんか猿みたいな。ねえ、怖い、ね、あれもいた。あれもいた、生き物が来てやってるぞ。ここなんかライブできそうな、なんか芝居があれやりそう、歌うたりそう。テレレレン、テレレレン。写真撮ったマジで。マジじゃん。ガチなとこだったんだね。でも幼少期の記憶あると結構長くいたってことですかね、じゃあ。小1の時までだもんね、うん、それ記憶残ってるか。それは7歳ぐらいまでいたなら分かるよね。分かるよね、うん、片親からったらアナザースカイ。本当だったね。本当にあったね。ピンポイントで質問あるとか言わないし。言わない、言わない。なかなかなくねえよ、質問ある。すごいね。いや、めっちゃ懐かしいんだけど。涙出てきてるね。これが本当の猿芝居。これが本当の猿芝居ね。なるほど。いや、めっちゃ懐かしい。マジ泊まってこうかな、今日。いや、とりあえずママに連絡してください。懐かしいとこ見つけたっつって。
こ行っちゃダメなところって言われないし、あの思い出なんかあるじゃん、なんかフラッシュバックそうそうそうチュ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 みたいなね。あなたの懐かしい場所、昔いたところは今どうなっているでしょう。これをきっかけに一度訪れてみるのも良いかと思います。実はこのご母親と連絡を取り、名前変更リフォームはされていましたが、住んでいたアパートも見つけました。間違って動画消しちゃったてへペロ。少しほっこりする動画をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。